おはようございます。今日は春の27日ですね。まあ、今日はというよりも昨日の夜からね、今日の朝にかけてジャングルから帰ってくると、ジャングルの敵からねこう逃れて帰ってきて、そのまま寝ないでこのままなんですけど、今ゾンビの声聞こえるけど、このゾンビの声はね後々わかります。まあ、それちょっと置いといて、今日は牛小屋をねバーじゃないから今日は牛小屋を作って、ほんで夜ね作り切ります。頑張って作り切ります。それで夜っていうか夕方かな、夕方はちょっとレッドストーンを使って、あることをしたいなというふうに思っているので、今日は牛小屋とレッドストーンで遊んでいきたいと思います。牛小屋は作る、レッドストーンでは遊ぶって感じでやっていきたいと思います。それで今このゾンビの声がね聞こえてると思うんですけど、僕ね経験値ジャングルから頑張って帰ってきて経験値20のままで帰ってきたんですけど、今7なんですよね。これは今から行けばわかると思うので、早速ちょっとゾンビのところに行きたいと思います。いやね、頑張って逃げてきたのにここでやられるとは思わなかったよね。撮る前にちょっといろいろと別のことをやってて、そしたらまさかのねこいつがいるっていうね、こいつちょっとここ撮って大丈夫かな。これねおかしくね、金装備で全部金装備だよね、全金装備のエンチャントの鉄の剣だよねこれ。思いっきりやられたねこれ。うわっマジっていう、取っとけばよかったね。でこいつちょっと倒します。もうこれで倒します。倒していいですか。いいですよね、だって一回やられましたもん。やります。そういやみんなの見やすいように、さっきやりやがって経験値20あったのに、まあ、まだエンチャントできないから合う情報やん。どうしよう、えあちょ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 っと待って、ちょっと待ってお兄さん。ちょっと待ってお兄さん、お兄さんちょっと待って待ってお兄さん、危ねえ犬、センキュー、ジョンありがとう、びっくりした、お兄さんだよ本当に、危ねえ。で何か落としてないの。落としてないようですね。これ落としてくれたらねもう OK って言いたいんだけどね、ここねうまくこうやって押さえると、いわゆる出てこれないようにするってね、これはちょっとねいいように使ってね、ドッグラン上なんだけどいいように使った。 OK だな、あーっと OK 座らせてあるね。じゃあちょっと牛小屋を作りたいと思います。ちょっとノーマルのゾンビに倒されそうになったね。牛小屋を作る前にこれジャングルのね原木とカカオ豆を使ってね、カカオ豆をちょっとここでね自生しようかなと思うんだけど、多分カカオ豆はこうねジャングルの原木をこうやって、でここにねやるんだったと思う。こうやってこうにしよう、よしオッケー。これでもどれぐらいになってくれるかだね。でかぼちゃもありカカオ豆もありサトウキビもある、ここら辺ちょっとなんかそういうところにしてもいいかもね。ここちょっと道というか、ここをちょっとこういう なんだ植林場じゃなくて農村なんていうんだ、まあそういうところをここ作ったらいいかもしれないね。よし牛小屋だ。牛小屋ねこれね本当にまあ屋根を作る能力が低いっていうのもあるしプラスねベイベープラスあいつ見たらベイビーってたまに言いたくなっちゃうんでね、プラスねここね屋根ね、こここうだったらまだ作りやすかったんだけど、こうなってるからさちょっと作りにくくなっちゃってるんだよね。まあでもとりあえずここからちょっと一段下げてこう持ってこうかなっ
っていうふうに思って、でね白樺にしようかなって。こっちだとダークオークとダークオークで全部同じになっちゃうから、白樺でこうやって向こうも同じくやるっていう感じでとりあえずやってみようかなと思っているので、ちょっと白樺持ってきたいと思います。白樺がねちょっとねなくて、ちょっと取ってきたんだけど、取ってきたというかここでねコップン使ってシュイーンってやったんだけど、ちょっとやってみようかな。コップンで苗をちょっとやってみようと思うんですけど、成長できるでしょうか。ほうとや、あ待って、これって育つ環境かな。4、5、あよっしゃなりました、やったー。これねコップンで育つといいよね。多分下から取っても取れるでしょう、取り切れるでしょう。これね今度ね実験やってみたいね。平均何個ぐらいで育つのかちょっとやってみたいね。何個できるかどうぞ。でん、64が3つか、いいね。じゃあ200はある、200はあると。あこれ足りる、いや足りなさそうだな、まあ、とりあえずちょっとやってみましょう。でねここはこうなりましたね。こうだってね難しいんだもんこれ、難しい、この変なねこういう形だと。だからちょっとねイージーな感じになりました。よっしゃつけましょう。ここはどうだろう、こっからこうつけて大丈夫かな。よっしゃ設置できます。とりあえず1周目白樺、2周目白樺、3周目白樺をできて、これね4周目5周目ってやって最後までやってもいいとは思うんだけど、ちょっとねちょっと凝ろう、ちょっと凝ろうかなと思って、あまり得意じゃないやつが凝ると大変なことになるかもしれないんだけど、ちょっと凝ろうかなと思って、これはねこうなんだろう、ここから3周目のこの途中からこうやる、こうやってく、そうしたらなんかちょっとだけおしゃれになるんじゃないのかなと思って、ちょっとチャレンジなんだけど、どう、ちょっとおしゃれじゃない。でもなんか右と左ちょっと違うな、ん、ちょっと違うな。あわかりました。どうでしょうこんな感じ、なんかちょっとおしゃれじゃない、少しだけおしゃれだよね。で向こうもこれをちょっとつなげてみて、右と左合ってるよね、合ってるよね、 OKOK。 ちゃんとやったらねなんかちゃんと真ん中がとんがり帽子になってくれたから、でちょっと、こっちまでやっていきましょう。足りるかな、足りるかな、まあ、足りる、いや足りるじゃない、足らす。 OK やっていきたいと思います。ちょっとアングルが変なんだけど牛小屋とりあえず完成しました。ちょっとおかしいかな、ちょっとおかしいかな、大丈夫かな。とりあえず完成しました。こんな感じです、こんな感じ。ちょっと変な感じ、ずれてるかな、ずれてないよね、多分ずれてないと思う。完成しました、やっとね。普通の屋根よりかはちょっと綺麗なんじゃないのかな、ちょっと綺麗なんじゃないのかな、多分多分ね。でここがねちょっとミスったかもしれないんだけど、まあとりあえずこれはこれで一ついいかなっていうことで、ちょっと妥協、もし変だなと思ったら直しとく。うわ黒、これは暗い、ちょっとタイムズつけとこう、これは暗いね。よいしょ。で床はあのオークにする、白樺にしようかなと思ったんだけど、上が白樺だったからちょっと危ない危ない、屋根危ない、屋根危ないよこれ、ギリ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 、いやでもぶつかってんじゃないの、ポン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 。まあいいとして、あの床はねあの普通のオークにしようかなっていうふうに思ってるんだけど、時間がもうすぐで夕方になりそうだから、だよね、ちょっとレッドストーンでね遊びたいの。ジュンとジョンにちょっと登場してもらって、レッドストーンでねちょっととあることをね
しようかなっていうふうに思ってるんですけど、できるかな。ちょっとやってみよう。トライトライ、とにかくトライトライトライ、オッケーで、やるのにあたってこの丸石と棒を重ねるとどこでもいいのかな。ダメか、丸石の上に棒かな。そうだね、こう入れるとレバーができるんですよね。このレバーとあとね、柵が欲しい。ではそろそろ夕方になるのでやりたいと思います。お肉を、成功するかどうか分かんないけどね、失敗したらしょうがない。お肉を揚げます。揚げられないね。揚げます、揚げます。ハートが出ました。でこっちの子にも順にも揚げます。ハートが出ました。で夕方になっていきますよ。まだハートついててね、まだついてる、消えないでよ。夕方ドン、夕方ドン、いきます、開けます。まだハートが出てます。ではどうぞ。あ、もうちょっと、もうちょっと、あれ、はい、あれあれ、あ、失敗した。マジかよ、ちょっと早かった、フライングしちゃったよ。ジョン、マジかよ。ごめんなさい。もうネタバレだよ、もうこれ。ネタバレ。次やるとしてもネタバレになっちゃったよね、これね。明日もう一回やりましょう。明日もう一回感動のやつやりましょう。だって多分、もう一回やっても多分、無理なんだよね。もう一回やっても、あ、出てくる。はい、はい。はい、はい、え、ハート出てるよ、ハート出てるけど、出てるけど、はい、はい、ハート出てるけど、ちょっと、君たち、それじゃなかったんだよ、もう。でも、新たな命ができました。ごめんなさい。ごめんなさい、ちょっとね、距離を狭めて、狼が瞬間移動しないようにっていうのもちょっとさっき調節してやってたんですけど、まさかの時間ミスということで、もう一回やりたいと思います。ちょっとね、うるさいからね、これもちょっと止めてやってたんだけど、ダメね、もうちょっとちゃんとやらないとね。よし、まあでも一応新たな命が生まれたっていうのと、あとはね、もう一回チャンスがあるよということで、ちょっとここの施設はここ取っといて、施設です、ここは施設です、もう感動を作る施設でございます、これは。でみんなでね、感動をしましょう。明日やりましょう。お、かわいいな、めちゃくちゃ。名前はまだありません。名前はね、まだ決めません。これね、ちょっと時間経ってから決めた方がいいかな。うん、じゃあ明日は牛小屋の中をちょっと決めると、綺麗にするっていうのと、あとはあれかな、苗木がどれぐらいで骨粉で育つかというのと、実験かなっていうのと、わー、いい、かわいいな、めっちゃかわいいな、ちょっとここで、はい、 OK っていうのと、もう一回、もうすぐやりたいです、すぐやりたいです、感動的なチャレンジをもう一回やりたいと思います。そしたら狼が4匹になっちゃうけどね、まあ賑やかでいいでしょう。ではでは、今日もお疲れ様でした。え、待って、ちょっと待って、今ボーンと音鳴ったぞ今。待って、ちょっと待って、今ボーンと音鳴ったぞ。え、今髪毛ボーンと音鳴ったよね、した？狼ではない、今ボーンって鳴ったよね。ちょっともうお疲れじゃないな、お疲れじゃないな、ちょっとボーンってなったよ。え、え、どこでなった、え、嘘、え、いや絶対今髪毛ボーンって音鳴ったんだけど、あー、ここ開けっぱだったから、いやでもこっちには入ってきてない。え、え、不可解、え、不可解なんだけど、ちょっと待って、
気のせいなボンなんですかね。気のせいなボンかどっかでボンボン大会でもやってたんですかね。多分見る限り被害はないので、ここの下でボンボンかな、じゃなさそうだね。ってことは気のせいかな。気のせいにしましょう。ではでは、今日もお疲れ様でした。ではおやすみなさい。ふー、最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録をすると最新動画が見つかりやすくなりますので、パソコンの方は右上のボタンをクリック、スマートフォン、タブレットの方は下の登録ボタンから登録お願いします。ではでは、次の動画でお会いしましょう。